ほーい、どぼれです。今回ですね、こちらの大公開ウィスキーピーク編のミスター5の、動画撮っていくんですけど、まあ、今回はね、本当はレベル5攻略したかったんですけど、まあ、ちょっとね、この開催されてから、まあ、何日間か経ってるんですけど、まあ、どうにかちょっと攻略しようと、まあ、試行錯誤を練っていたんですけど、ちょっと頭パンクしそうになったので、やめました。なんで今回レベル1ですね。とりあえずレベル1攻略しようと思いまして、段階を踏んでいこうと思いまして、まずレベル1ちょっと攻略していきます。まあ編成こんな感じになってまして、そうですね、船員にはオロチとキャロット&ワンダと、ウタと、スドゥーシーですね。で、船長が赤髪海賊団で、フレンド船長がビビという形の編成になってます。まあそうですね、まあやっておかないといけないことはまずないかなと。まあビビの、あの潜在能力のスロット変換負荷っていうのがあるんですけど、まあそれをあのレベル上げておかないといけないっていうのぐらいですかね。正直他はなんか必要に強化しておかないといけないっていうものはないかなと思いますので、まあそこら辺は別に気にしなくても大丈夫かなと。で、あとはサポートですね。一応サポートで、あのつけなくてもいいんですけど、もしつけない場合は赤髪海賊団レベル上限突破マックスまで上げている方はサポート必要ないです。ただ赤髪海賊団どうしてもね、あのレベル上限突破マックスまでいけてないよって方は、ウタでもいいですし、まあどのキャラでもいいんですけど、ウタかストゥーシーかオロチ、まあこの3体のどれかにペロスペロ、スロット固定できるペロスペロを入れておいてください。まあそれぐらいですね、本当に他は特にないので、まあいけるかなと思います。で、まあオロチとかもストゥーシーとかもレベル上限突破マックスまで上げなくても多分大丈夫って感じですかね。まあ、ということで行きましょうか、早速。まず第一バトルの方では上段が気絶来てますので、こちらストゥーシーを使いまして、まず属性相性強化上げていきます。で、ストゥーシーね、あの他のキャラがまあ必殺使うことで短縮、必殺短縮してくれますので、先に使っておくといいかなと。で、歌使います。まあ、歌使いまして、攻撃とスロット影響上げつつって感じですね。で、ペロスペロを発動させて、全員のスロットを、一旦固定させてます。で、続きまして、オロチですかね。オロチ使っていきまして、気絶解除していきましょう。で、次にこちら、赤髪海賊団必殺技使いましょう。まあ、なんで、もし赤髪海賊団レベル上限突破マックスまで上げていれば、確かスロット固定がつくので、まあ、それで別に、ペロスペロ必要ないよ、みたいな感じですね。まあ、ただ、あの、レベル上限突破マックスまでいってない方は、まあ、歌かストゥーシーかオロチに、ペロスペロつけるようにしておいてください。まあ、ということで、あとはタップで削っていきましょう。よいしょ。まあ、こんな感じですかね。はい、こんな形で倒していってみてください。まあ、なぜスロット固定するかというと、次のターンでね、あの血スロットとか心スロットになってしまうと、あれなんですよね、そのお邪魔スロット、超お邪魔スロット変換かしびれスロットにされてしまうんですね。まあ、ヒスロットかなので、ちょっと避けてるって感じですかね。まあ、固定させて変換されないように気をつけてるって感じですね。で、続きまして、ここでは、まあニックスロットで回復しまうとダメージ当たってしまうのと、タップなんかが来るよという感じですかね。まあここもあとは気にせずタップという感じなんですけど、まあただね、先ほど言った通り肉獲得ってしてしまうとちょっと体力削られてしまいますので、ちょっとそこだけ気をつけてって感じですね。行きましょう。よいしょ。あ、やばいね、やばいので、こんな感じですね。2回多分肉取っちゃうとちょっと危ないので、そこだけ気をつけてって感じですね。で、続いて第3バトルでは下段中段が、必殺封じなんですけど、赤髪風属弾もしくはビビの方で解除されているって感じですね、必殺封じは。で、上段が、船長効果無効来るので、まあこれでストゥーシー、また必殺溜まってると思いますので、これでストゥーシー使って、解除していきましょう。で、まあ、あとはこれ入れ替えも使っちゃいますかね。
使いまして、まあ、スロット変換させつつって感じでいきましょう。まあ、タップに関しても、まあまあ別に誰使ってもいいですかね。そうね。いきましょうか。まあ一応力スロット、まあ力属性のキャラを最後にしちゃえば、まあこんな感じで倒せるので、まあこれもタップは別にそんな気にしなくてもいいかなと。で、続きまして、ここでは上段が連スロット変換に、上段連スロット変換されるのと、必殺封じですかね、されているって感じですかね。まあ、ここはですね、赤髪海賊団入れ替え使いまして、まあ、これで、スロットをね、変えつつって感じですかね。で、これね、スロットが、連スロットとかだとね、まあ、こんな形でちょっと火力出なくなってしまいますので、ビビのスロットを、地外に変えているって感じですね。で、あとは必殺技打って、こんな感じですね。必殺打ちまして、まあ、多少火力上げつつって感じですね。で、次のターン、ゾロがバリア張ってくるんですよね。まあ、バリア張ってくるので、まあ、こちらちょっとキャロット使いまして、3ターン分ね、防御効果無視でダメージ与えることができますので、ゾロのバリアをそれで剥がしていくって感じですね。まあ、あとはタップで削っていきましょう。まあまあまあ、そうね。まあ、あとは大丈夫かな。まあ、こんな形でいって、まあ、こんな感じでいいかな。で、いけば、まあ、こんな形で。まあ、ルフィが倒されてしまうと、ちょっとダメージ来てしまいますので、しっかりダメージ見た最後まで火力出すようにしておいてください。で、あとは、このまま倒しちゃっていいんですけど、キャロット&バンダーね、で、ゾロはタップするようにしていただいて、防御効果無視でダメージ与えるって形ですね。で、まずここでビビ必殺技使いまして、まあ、下段と中段がね、沈黙来てますので、必殺技とか、まあ、入れ替えとか使えないのでね、そこがちょっと厄介なところではあるんですけど、まあ、この状態になれば、あとはタップで削っていくと。まあ、ルフィから倒して、ゾロ行って、まあ、こんな感じですね。まあ、これで十分火力は出てくれるかなと。まあ、これで大丈夫ですね。はい。で、続きまして最後ボス戦なんですけど、まあ、これはミスターファイブと、キロキロのみですね、ミスバレンタインですね、まあ、来るんですけど、まあ、ここで、まずストゥーシー使って属性相性強化上げる。で、BB 使って超過使いまして、これで攻撃上昇上げていく。で、入れ替え使って、こんな感じにする。で、まずはタップで削っていくって感じですかね。いきましょう。まあ、最後、ビビって形で、他のキャラでちょっと、キロキロ倒していくって感じでいきましょう。よいしょ。よいしょ。まあ、こんな形でちょっと削っていきまして、ビビで最後倒すという形でやっていただければ、まあこんな形で倒せるかなと思いますので、まだレベル1ではあるんですけど、まあもしまだ攻略できてないって方はね、ぜひとも試してみてください。まあ比較的ね、使えると言いますか、ゲットしやすいキャラかなと思いますので、まあキャロット&バンダぐらいですかね、ちょっとね、持ってない方はちょっと少ないかなとは思うんですけど、ちょっとね、編成的に難しいなと思いましたので、まあ、こんな形でちょっと行っていただきたいなとは思いますかね。あとはまあそうですね、まあ赤髪海賊団なんか最近なんだっけ、絆決戦か、絆決戦のね、何でしたっけ、宝箱をゲットするところ、ね、チケットで回すとこなんですけど、ガチャ回すとこあるんですけど、そこでね、なんか赤髪海賊団配布されてましたよね。あれすごくありがたくて、自分もレベル上限とかマックスまで上がってなかったので、これを機にね、結構またレベル上限上げることができたのでありがたかったですね。
まああとそれぐらいかな、とりあえずは。うん、まあそれぐらいちょっとき先ほど言ったことさえ気をつけていただければいけるかなと思いますので、まあぜひともね、あのレベル3とかではないんですけど、もしまだ攻略できないよって方はぜひとも試してみてください。でまあもしね、新しく編成が見つかればちょっと動画にしようかなと思ってますので、それまでちょっとお待ちください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。